こそ管理人の神野と申します。よろしくお願いします。というわけで本日なんですけれども、以前出した動画でですね、古本屋さんで、5000円のセットを買うという動画をやりまして、古本屋さんのスタッフさんが5000円分の本を選んで送ってくれるという選書サービスがあって、それをちょっと買ってみたっていう動画を出させていただいたんですけれども、それが非常に好評でですね、いろんな方に見ていただけたっていうのもあったので、リメイクじゃないですけど、同じようなことでもう少し面白いことができないかなと思いまして、もう一回ね、同じものを買ってもいいんですけど、それだけだとちょっと味気ないかなとも思ったので、今回はですね、こんなことをやってみたいと思います。題して、友達に本を選んでもらおうのコーナーです。はい、名前の通りですね、僕の、ごくごく個人的な友達にですね、5000円を渡して、この5000円で本を買ってきてくれと、お願いをして、その人のチョイスで本を選んで買ってきてもらうっていうことを、ちょっと始めてみようかなと思って、今回はその第一弾ということで、やらせていただきたいなというふうに思っております。早速ですね、今回5000円を渡して、選んできていただいたのが、大学時代の後輩の、ゴルバチョフ君に、選んできていただきました。彼はですね、今現在大学で、博士課程かな、で数学を勉強しながら、ちょっと自分で、学校で数学を教えたりとかをしたりしているっていう、生粋の、いわゆる数学者ですね。数学にはもちろん造詣が深いんですけれども、結構文学であったりとか人文学系の、知識も豊富で、また結構SF 映画に詳しかったりとか、いろいろ面白い、やつでして、僕ともねすごく趣味が好きな範囲が被るところが多かったりとかもありつつ、数学っていうね、僕はかなり喫する文系なので、その自分が持ってないジャンルっていうのも持ってるところもあって、すごく話していても面白くて、いつもしょうもないことをあだこうだ議論したりとかするのが日課なんですけれども、そんな数学者の彼にですね、その目線で、面白い本を買ってきてくれよということで、お願いしたところを心よく引き受けていただけましたので、今回そのゴルバチョフ君にですね、買ってきていただいた、本を紹介していきたいと思います。一応簡単にルール説明をしていくと、今回、予算は5000円ということで、若干上下してもいいよってことは言ってあるんですけど、基本5000円っていうのが一つ目のルールで、二つ目が基本的に、どんな本を選んでも構わないし、何なら本以外でもいいよっていうのは言ってあります。例えばどうしてもこう CD 入れたりとか、そういうのは全然自己表現の一つとして OK っていうことにしています。あとは基本的には、新本で買ってほしい。というのも、例えばブックオフの100円コーナーで買ったりとかしてしまうと、本当に膨大な量になったりっていうこともあるかなと思ったので、それはちょっと違うかなっていうのと、なるべくねこう出版業界にお金を落としたいというところで新本でということを言っておりまして、どうしても中古でしか手に入らないものがもしあった場合は、中古でもいいよっていうことを伝えてあります。基本この、3つの条件でお願いしているので、どんなジャンルの本が来るのかとか何冊来るのかとか全然分かってないです。もしかしたら5000円の本がポンって来るかもしれないし、彼の人となりが出てきて面白いかなと思ったので、どういう選び方をしているのかとかもね含めて見ていきたいなと思います。彼からね、こんな感じでAmazon にて本がいろいろ届いております。5000円払って買ってきてもらってるって言ったんですけど、まだ実はお金を払ってなくてですね、払うよって言ったら気に入った本の分だけ払ってくれればいいよっていうちょっと言い切った答えが返ってきましたので、寝踏みみたいな視点でもね見て、いやこれはセンスねえなって思った本とかもしあったらね、その分のお金は払わないという形にしたいなと思いますので、その辺も含めて見ていきたいなというふうに思います。というわけでこちらをよいしょということで、僕はまだあんまり見ないように、ちょっと伏せておくんですけれども、これを1冊ずつ見ていきたいなと思うんですけれども、一応ですね、彼から、1冊ずつコメントをもらっておりまして、その選書コメントもね読んでいきながら、本を1冊ずつ見ていきたいと思います。まず1冊目がこれかな、こちらですね、寒がり屋の雪だるまですね。見ての通り絵本ですね。なるほど、1冊目は絵本ということで、なかなかいいですね。はい、僕これは
そうですね、読んだことないかな。ちょっと軽く中を見てみましたけど、あんまり読んだ記憶はないですね。コメントを読んでみると、幼少期に本作を読み聞かせてもらい、結末のやるせなさに困惑した覚えがある。でも読み聞かせを頼むのは決まってこの本だったそう、とのことで、まあ、結構思い入れのある本ということですね。ちょっと絵本なのでさっと読んでみたいと思います。なるほど、読んでみましたが、確かにこう可愛らしい絵なんですけど、中身は結構虚無感というか、なんかシュールっぽさもあって、物悲しさもあってみたいな、ちょっと不思議な、確かに絵本でしたね。なんかこれを子供の頃から好きだったっていう彼の、その感じが今の数学に取り組む彼を形作ってるような感じもするんですけれども、すごくいい本でした。いいですね、ありがとうございます。ではお次がこちらですね、ナルニア国物語、ライオンと魔女と一生ダンスですね。ナルニア国物語の2巻だそうです、はい、ちょっとコメントを先に読んでいきたいと思います。小学生の頃に読んだナルニア国物語シリーズの2巻、自分が読んだ岩波少年文庫では1巻だった。自分とそう変わらない年齢の4人が100年の冬に閉ざされた世界で奮闘し、王国の栄華を取り戻すという物語に夢中になった。異世界の入り口がタンスの奥にあるのもいいということで、ちょっと調べたんですけど、一番最初に刊行されたのがこれだけど、このナルニア国の世界戦場だと、この前の1巻にあたる魔術師の老いっていう本が、一番最初の物語にあたるので、この、公文社版では1巻というのに、魔術師の老いというのが、当てられているらしいんですけど、実質的な1巻はこの本みたいですね。これ、よくよく考えてみたら、僕あれですね、映画で見たことがあると思います。原作は読んだことないんですけど、上映当時映画館に見に行きましたね。そんなにこう物語自体を覚えてるわけではないんですけど、タンスの奥に行って世界が広がってるっていう冒頭から始まるんですけど、そこのシーンは確かに彼の言う通りすごく印象的だったなという記憶があります。当時どうだろう、小学生とかだったのかな、なんか1回ぐらい衣装ダンスに入った気がしますね、はい、だし、あとなんかなんとなく覚えてるのは、雪原で戦うシーンがなんかあるのかな、こう雪原で動物が動き回るっていうのがすごくいい世界観があって面白かったなっていうのが、うっすらとした頭の奥の記憶にあるんですけど、そうですね、映画はすごく好きだった気がするので、原作も読んでみたいなと思います。僕全然知らなかったんですけど、かなりこの作品自体は古い作品なんですね。1950年の作品らしくて、今から70年ぐらい前ってことなので、相当古い本ですね。こちらもなんか映画を見た当時のことを思い出しながら読んでみたいなと思います、はい。お次がこちらですね、オーディボンの祈りですね。伊坂幸太郎さんの作品ですが、こちらちょっとじゃあコメント読んでみますか。中学時代は伊坂幸太郎ばかり読んでいた。伊坂の小説では非日常的な騒動に巻き込まれる情けない主人公が多く登場する。不器用ながらも自分なりに事件を解決しようとする主人公の懸命な姿が伊坂の小説の好きなポイント。本作でも奇妙な島の住人に翻弄される主人公が、わけもわからぬまま事件の真相に近づいていく。なるほど、僕もやっぱり中学校はすごく伊坂幸太郎さんを読んだ記憶があります。偶然これは読んだことが、まあもちろん作品自体は知ってるんですけど、読んだことはなくて、ちょうどありがたいなという感じなんですけど、僕の父が結構伊坂幸太郎が好きで、家に結構あって、父が読み終わったのをもらって結構読んでた記憶があって、まあ、当時はすごく好きでしたね。ちょこちょこ新作も読んだりはしてるんですけど、本当に近々の作品はちょっとあんまり読めてないかもしれないですね。こう伊坂幸太郎はこうリアルな世界に突拍子もないスパイスをポンって入れて物語を組み上げるっていうのがすごくうまいなっていうのを感じていて、ガソリン生活っていう車が主人公になっていて、擬人化された車たちがこう人間たちにと一緒に生活しているこう様子を描くみたいな
あの作品があるんですけど、それとかも人間がから描くんじゃなくて、こう無機物のものから見えた視点で作品を描いていくっていうところで、こうひねりがあって面白いなと思ったりして、なんか複雑なことをやったりとかっていうより、一個分かりやすいこうひねりっていうのがあって、まあ、もちろん物語の構成とかは複雑だったりとか、すごくこう緻密に計算されたりするんですけど、こうパッと見た側はすごくキャッチーで分かりやすい形になっていて、バランス感覚みたいなものがあのすごく素敵な方だなと思って、だからこそこう広く受け入れられるし、あの小説が好きな方にもこうファンの多いっていう稀有なあの方なんじゃないかなと思って、まあそういう意味でもすごく僕も好きな作家さんですね。お次がこちらですね、電気集、J.L. ボルヘスという作家の作品ですね。コメント読んでみましょうか。高校時代仲の良かった南米文学好きの先生から紹介された短編集、私が数学好きであることを聞きつけて、記憶の人フネスを勧めてくれた。もし人々がフネスのように数を明瞭に視覚できてしまったら、数学という営みは存在しえないだろうと思えて面白い。これは最近読み返した際の感想で、高校の頃は何が面白いのか分からなかったということでなるほど、まあ、そうですね、ちょっとすいません、僕が不勉強で初めて、見た作品で、初めて見た作家さんなんですが、各地の伝説とか伝承とか、神話とかそういうものを題材にした短編集みたいな形になってるみたいですね。ここに来てユニークな本が出てきましたね。確かにこうそのタイミングタイミングでなんか理解できない作品だったりとか、逆に後になってこんなに面白かったんだってびっくりする本ってあるなと思っていて、実は僕あの宮沢賢治の銀河鉄道の夜が未だにこう読めたことがなくて、読めたことがないっていうのはおかしいんですけど、もちろん読んだことはあるんですけど、あの作品の素晴らしさみたいなところがなんかいまいちこう理解できなくて、まあ、もちろんあのこうなんだろう、テーマであったりとか、まあ文学的価値みたいなところっていうのはあの理解しているつもりではあるんですけど、単純にこう自分の直感的な感覚としてなんかこれ面白いすげえってなるっていうのがあんまりなくて、そこがこうずっと自分の中でちょっとコンプレックスみたいなのがあって、またね機会伺って挑戦したいなと思ってるんですけど、まあ、そういうものがあったり、そういうなんかどうしてもこう意味がわからなかったり受け入れられなかったり、何が面白いのかなみたいになっちゃう本って結構あるなっていうのは思いますし、まあ、逆にねあの、まあ、彼みたいによくよく読み返してみたら面白いみたいな本もあって、ちょっと違っちゃうかもしれないんですけど、僕若林正恭さん、オードリーの若林さんですね、好きなんですけど、結構前にあの若林さんのエッセンがまだダヴィンチで、一番最初の本が出る前にあの連載をされてた時に、その連載で、読んだんですよ。なんかそれを読んだ時になんか全然こう話が頭に入ってこなくて、なんかすげえうだうだ言ってんなみたいな、それがなんかすごくなんか当時気持ち悪くて、なんだこれって思って、その当時は多分オードリーさんもなんかこうワーキャー時代じゃないんですけど、あんまりこう若林さんのこう文化人としての立ち位置みたいなのがなくて、今みたいに MC とかもやられてなくてみたいな状態で、僕もそんなになんか若林さんに対するイメージもなくて、春日さんの隣にいる人みたいなイメージ程度にしかなかったので、まあ、そういう中で読んだ時に全然こう心に響くものがなかったんですけど、そこからずっとしばらくしてあのオードリーのラジオを聞くようになって、でまあ、若林さんのことも知っていろいろ踏まえた上で再度そのね同じエッセイを読んだ時に共感したというか、あこれって僕が思ってることじゃんみたいなことが結構あって、まあ、おそらくねあの若林さんっていう人の人となりが分かった時にその言葉っていうのがすごく素直に入ってくるようになったっていうところもあるとは思うんですけど、まあ、もしかするとこう僕の中でもなんか何か変わっていて、こう感受性みたいなところが若干動いていたのかもしれないんですけど、自分の環境であったりとか、あとは作品に対する理解だったりとかっていうところで何か変わる部分っていうのもあの読書っていうものがあるのかなと思って、ただ文字を書けているだけじゃないっていうのがやっぱり読書の魅力、本の魅力っていうところだと思うので、そこを楽しむっていう意味ではそういうのもあるかなと
思います。僕があの彼のようにねこの本を読んで何かを感じ取ることができるかどうかわからないですけれども、ちょっと読んでみたいなと思います。はい、お次がこちらですね、地球の長い午後、ブライアン・W・オーウディズさんの作品ですね。じゃあちょっとコメントを読んでみましょうか。大学に入ってからは古典 SF を読むことが多くなった。本作には月まで届く巨大な植物や人に寄生して話しかけてくる菌類など突拍子もない植物が数多く登場する。遠未来の地球の生態系を事細かに描く作者の想像力に感服したということで、すごく先の未来の地球を描いた作品というところで、あれですね、あのフューチャーイズバイルドだっけな、イカが地球を支配するみたいなあのやつが僕が小学校だか中学校だかの時に流行ったんですけど、それをなんとなく思い出しました。まあ僕そんなに古典 SF みたいなところには詳しくはないんですけど、なんか読まなきゃなみたいな感覚があって、ただこうミステリーと SF ってもう本当に奥が深いじゃないですか。古典作品を読むだけで一生終わっちゃうし、売っても売っても追い切れないみたいな、気が遠くなってしまって尻込みしてしまう部分があって、あのずっと SF とミステリーを好きって言えないんですけど、まあでも SF は好きで結構読むんですけど、植生というかが変わった世界を描くって本当にすごいことだなと思って、なんか多分あのいろんな知識がないと描けないと思いますし、まあ、知識と想像力とそして表現力っていうこの3つが揃わないとあの描けないと思うので、そういうことを成し遂げている作品っていうのは本当にすごいなと思うんですけれども、まあね、これもあらすじを見る限りすごく面白そうですね。 SF は詳しくなりたいなって思いますね。なんか勉強したいなと思ってちまちま読んではいるんですけど、やっぱり翻訳物ってなんか手を出しづらい感じが僕の中ではやっぱりどうしてもあって、そこのハードルを乗り越えて読まなきゃいけないし、 SF やっぱりどうしてもね読むの時間かかってしまうので、そこもちょっとカロリーいるなと思ってなかなか手が出せないことが多いので、あのこうやってね外部からの刺激であの読めるのはすごくありがたいなと思います。はい、そして次がラストになるのかな、こちらラストですね。闇の左手、アーシュラ・ケール・グインの作品ですね。これも古典 SF かな。コメントを読んでいきたいと思います。氷の惑星に住む両生具有の人類下船人のもとに交易を求めて向かった地球人の物語。主人公のパートナーとなる下船人の描写は暫定的に彼を集合として語ることになっている。しかし性が固定されていない彼は時折女性らしい表情を見せることもあり、仕事描写の際が主人公や読者を混乱する。この小説を読み進めるほど相手の性別が決定できなければ落ち着いた話もできないという我々に課された思考の枷が浮かび上がっているということで、なるほど、また複雑そうなテーマの作品ですね。この舞台となっている下船っていうのがね、惑星下船っていうのが雪と氷に閉ざされた惑星って書いてあるんですけど、雪原とか氷の世界っていうのにはこう心をくすぐられてしまうというか、 SF の舞台としてもすごくいいですよね。あの自然の厳しさと孤独と絶望みたいなところとか、 なんかそういう身を縛りつけるようなものをこうグッと押し込められていて、そこでこう強く生きる、あるいは生きていかなければいけないっていうところが描かれた作品は僕もすごく好きだなと思います。まあ、こう性に限らずやっぱり相手の正体であったりとか相手の存在っていうところを自分の中でこう腑に落ちていないとなかなかその相手とこう語らうことができないっていうのはやっぱりあるのかなと思いますね。だからやっぱり僕はすごく初対面の人が苦手だし、すごく僕が苦手だなって思うのは仕事上の関係とか相手のプライベートが見えないのがすごく苦手で、僕は結構そういうところさらけ出していくようにしてるんですけど、まあ、プライベートであったりとかこう自分がどういう考えを持ってる人間なのかっていうところを相手に提示するっていうのをなるべくやるようにしてて、極端な話自分が嫌いでもいいんですよ、自分のことが嫌いでもいいんですけど、その嫌いっていうことを表明してほしいみたいな、相手が嫌い、自分のことを嫌いって分かってたら、まあ、そう思って接することができるから、あの逆に安心なんですよね。そういうことをしてほしいなって思うことたびたびあって、それがまあ、あのこの作品ではまあ性として
性別として描かれているっていうところだと思うんですけど、結局そのね相手の正体存在っていうところが確定したいっていう人間の思いみたいなところがあるのかなと思いますし、そういうところをなんか描いてるのかなって彼のコメントを見て感じました。中身はなかなかこうヘビーな感じがパッと見ただけでもするので、気合い入れて読まなきゃなって感じですけど、さっきのもそうですけど、やっぱり SF の表紙はセンスがいいですね。かっこいい。本当にこれ一枚でこの作品を表現してやるぞっていう気概が感じられる気がして、そういう力強さみたいなものがある世界なのかなとはちょっと感じました。以上ですね、6冊がゴルバチョフ君にですね、選んできていただいた本になります。なんかすごく人となりと好みが出ていて面白い選書だなと思いました。まあね、結構、僕自身彼と趣味が被る部分がすごく多いので、僕の趣味に合う作品も多かったので、そこはありがたいなと思いつつ、なんか若干だいぶ僕に寄せてくれたんじゃないかなっていう感じもあって、まあそれはそれでいいんですけど、面白いなと思いましたそんな感じで友達に5000円渡して本を買ってきてもらおうという企画でございました。古本屋さんのね、古書セットもすごく面白かったんですけど、今回みたいな形も面白いなと思ったって、今後も、例えばなんか読書家の友達とかもいいんですけど、なんか全然本を読まない友達とかに頼んだらどんな感じになるのかなとか、なんかそういうのも試してみたいなと思ってるので、これからもねちょこちょこ友達に無茶振りをして5000円渡して、やってみたいと思います。あ、そうだ、冒頭に言った通り気に入らなかった本のお金は払わなくていいっていうことなんですけど、ちゃんと全額ゴルバチョフ君に渡したいと思いますんで、ゴルバチョフ君領収書を用意しておいてください。はい、これはね本当に仲のいい友人がいれば誰でもできると思いますんで、友達同士とかでねお互い5000円じゃなくてもいいと思うんですけど、何冊かね本を送り合ったりとかするのもすごく面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで、本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また動画でお会いしましょう。さよなら。